はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第237回でございます。今回テーマが他人の言動にイライラするというテーマです。で、ちょっとテーマだけ見るとなんかネガティブな話なのかなっていう感じはすると思うんですが、まあ、ネガティブ要素は出ますけど、最終的にはこうポジティブな話で終わる、つもりでいるので、よかったらね、最後まで聞いてみてください。で、下のね、とある男が息抜きしてみたは、まあ、紹介ですね。他の動画でも見た方もいると思うんですけど、まあ、ちょっとね、話をさせてください。よし！じゃあ、行きましょう。でね、何かっていうと、まあ、この他人っていうのが誰っていうのは、ちょっと伏せるは言えないんですけど、まあ、ある方、一人じゃないけどね、ある方たちの、まあ、言動がですね、まあ、自分はすごく、それにイライラをしていて、で、この1ヶ月ぐらいかな、そう。なんかね、そのことばっかり考えちゃってるのはすごいさ、意味がない。なんかこう、生産性のない時間っていうのは、重々わかってるんだけど、なんかイライラしちゃって、そのイライラしてる自分にもなんかイライラするし、今度。自分に対してもね。で、なんかイライラしてたの。ほんと。で、そのなんか悪循環から抜け出せなくてさ、ああ、もうどうすようと思って、思ってたんですけど、まあ、いろんな人と話をしたりとか、まあ、いろんな考え方に触れたりとかしてて、結構、もうほんとここ最近ね、2日ぐらいでやっと、すっきりしてきたんですよ。自分の中で。まあ、ある程度答えが見つかったっていうところになるんですけど。で、まあ、みんなもね、わかんないよ。わかんないけど、まあ、みんなも、まあ、友達っつかクラスメートっていうかさ、の言動にイライラして、で、その、気にしてるけどさ、指摘できない時ってあるじゃん。やっぱり。それ言えたら楽なんだよ。でも言えない子の方が多いし、絶対に。で、言えなくてイライラするし、なんかモヤモヤするし、発散できないし、うわーみたいな。で、イライラするからさ、勉強も集中できないし、みたいなのってあると思うんだよ。で、そんな感じ、今俺が。そんな感じだったの。そう。で、まず、まあ、なんだろう、完全スッキリはしてないから、多分俺が今から喋ることも、なんか、行ったり来たり、なんか的外れかなっていうこともあるかもしれないけど、自分の中で今ね、一個思ってるのは、いやもう関係ないじゃんっていう。いやそもそもそこなんだけどさ。まあその人はその人の生き方があるし、俺には俺の生き方があるし、そう。だからまず、その自分がその人の言動でイライラして、自分ね、俺自身の、なんだろう、やることとか、その生活とかに支障を出してることがおかしいでしょ、俺っていうふうにまず思ってる、今すごく。だから、まあ生き方に答えなんてないし、ただ、間違った生き方ってのはあると思うんだよ。不正解はあると思う。そう、犯罪を犯すとか。そう、だと思うけど、これが正解っていう答えがない以上、その人の生き方、その人も犯罪したわけじゃないから。ないからさ。でも、こう、俺の中では、筋が通ってないよねっていうか、納得できないんだけどって思うことがいっぱいあったわけ。そう。でも、別に、その人はその人の生き方があって。で、俺には俺の生き方があって。だから、人の否定ばっかりしてるとさ、なんだろう、いいことってやっぱないんだよね。そう。で、俺は多分ほんとね、人の否定ばっかりしてた。なんか荒探しというか。で、その人の嫌なとこばっかり見えちゃってたし、で、それがダメだと。まず俺自身にダメだしね。で、その人自身もいいとこはたくさんあるわけよ。それは分かってる。今だからこそちゃんと見えてるから。だからそれを踏まえた上で考えれば、そうそうそう。やっぱ違うなと。俺が、その見るべきところが間違ってたよなって思ってる。そう。で、いうことがまず一個ね。で、その、なんだろう、人の否定から入ってる自分にちゃんと見つけられたから、そこを改善したことによって、かなり気持ち的には楽になった。だよね。なんか、人の否定をばっかりしてる、荒探しばっかりしてる時って、自分に対してもそうなってることが多いんだよね。だから、まあそういう風になってて、自分のこともすごいこう、卑下したし、この1ヶ月間。だってさ、まあいいか、あのね、ほんとこの1ヶ月、俺、勉強動画撮ってるけど、役に立ってんのかなっていう風に思ってて。で、正直6年ぐらいやってるとさ、この活動、そんな時期いっぱいあったわけ。撮ってる、動画撮って、勉強動画投稿してるんだけど、俺がこの動画を投稿することによって、誰かの役に立ってんのかなっていう疑問ってね、常にあるの。俺の中では。そう。って言うとさ、いやみたいに言ってくれると思うんだけど、でも、あるんだわ、そこは。で、もちろんみんなからのコメントを読んで、こう、ほっとしたり、安心したり、嬉しくなったり、元気をもらったりって、もちろんあるんだけど、やっぱ、なんだろうな、もともと塾講師をやってて、同じ対生徒、目の前にいる生徒に対して、その生徒の表情を見て、こう、指導をしてた人間だからこそ、そのね、表情が見えないからなのかな、不
不安になるんだよね。でも不安になるから頑張れるんだよ。だからいい授業をしようって、いい授業っていうか、見てよかったなって思う授業にしようってところに力を変換すればいいだけの話なんで、そこはそんなに問題はないんだけどさ。でも、ちょっと行き過ぎてたんだよね。もう自分なんてみたいな、思っちゃってたから、だから、その相手を認めること、相手のその言動をしっかり認めること、認めて、なんなんマジでって思ってた自分がいたんだけど、そうじゃなくて、なんでこの人はこういう言動をしてるのかなっていうところをちゃんと見るようになったら、いろんな方向から見えたわけ。その人の言動に対して。ただただムカつくっていう側面しか見えてなかったんだけど、あ、こういう風な思いがあんのか。まあ、こういう風に思っちゃったんだろうな。こういうとこもあるんだろうな、みたいな。で、いろんなことを踏まえて、じゃあ自分はそうしちゃダメだなとか、あ、でも自分もそういうとこあるよなとか、いろんな共感したり否定したりとか、いろんなとこはあるんだけど、で、そうすることによって、まあ、自分自身もちょっと認められるというか、まあ、今でも思ってるよ。そう、自分がどう、勉強動画投稿してることによって、どうなんだろうとは思ってる自分はいるけど、でも、誰か一人でも、まあ、救えてるというか、役に立ててるっていうふうには思ってる。そこまでは思えてるから、一人でもいればいいんだよ。そう。ゼロじゃなきゃいいっていう。ゼロになったら、やめると思うけど、この活動。そう。一人でもいるんだったら、そう、それを大事にして、で、一人だと思ってたのが10人で、10人だと思ったのが100人で、1000人で、1万人でってなっていけばいいだけの話だから、ひとまず自分ができることをやっていこうよ、みたいな感じになりました。はい。正直ね、いやー、いろいろ思うことあるんですけど、でもまあ、そんなことがあって、だからみんな自身もね、そういうイライラすることがあるかもしれない。で、まず大事なのは、その、まあ、どれだけ仲いいか、その人のイライラしてく、させてくる、その相手とのみんなの人間関係にもよると思うけど、その人の言動で、みんな自身のモチベーションが削られたりとか、ね、なんか機嫌を損ねたりとか、もったいないって、そう、俺が言うのもなんだけど。だから、そこは切り替えないと。でね、その、まあ、イライラする面もあるけど、それをちょっと違う視点で見れないかなっていう。この人なんでこんなこと言ってんだろう、どういう性格なのかな、なんか不安なのかなとかさ、いろんな風に考えていくと、自分に活かせることも出てきたりする。そう。だから、みんながね、これからイライラしたりとか、まあ、凹んだりとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、そんな時に、こう、ちょっと違う視点で見てみようかなとか、そんな風に考えてもらえたらなと思います。まあ、結局人は人だからさ、自分は自分なんでね。うん、みんな自身がみんな自身の人生を好き勝手に生きるっていうんじゃなくて、そう、もちろん誰かと協力して人の力を借りてって、人間は一人じゃ生きていけないからさ、そう、力を借りるんだけど、でも自分のためにね、自分だけのためじゃなくて、でも自分のためにって部分も大事にして生きていってほしいなっていう、そう、その思いがあって今回このテーマ喋らせてもらいました。はい。まあ、まだ俺もね、その、完全に吹っ切れてないから、また、不安とかで落ちちゃうかもしんないけど、気持ちが。でもまあ、今のね、この、ポジティブな気持ちに慣れてるから、この、ラジオを撮ってる時に、そう、残しておきたかったし、みんなにも伝えたかったんでね、喋らせてもらいました。で、下のね、とある男は息抜きしてみたなんですけど、もともと自分サブチャンネルでとある男がゲームをしてみたっていうゲーム実況をやってました。で、そのゲーム実況の方を、内容を一新して、とある男が息抜きしてみたっていうチャンネル名に変えました。で、ゲーム実況は引き続きやってるんですが、やってるんですけど、そこで、例えば、メインチャンネルで撮ったものの裏話とか、編集してないものね、フルバージョンを投稿したりとか、あとはメインではちょっと扱えないようなもの、ね、あのテーマのものを話したりとか、まあ本当何でもいいじゃんっていうサブチャンネルだから、そう ゆったりやっていこうぜっていうの、いろんな動画を撮っていきます。で、こっちのメインに関しては今までと同じですね。基本的には勉強動画とか勉強の相談とか、まあ料理とかはね、引き続き撮ることもあると思うんですけど、まあ変わらないんですが、まあサブチャンネルの方でもね、まったりいろんなものを投稿していこうと思いますので、まあこの動画の最後のにね、リンク貼っておきますんで、気になったらね、よかったらチャンネル登録とか、まあ動画見てもらえたら嬉しいです。で、あと一番大事なのは、みんなからもらった、その、子供の解き方、わかんないんで教えてくださいっていうのを、実際に自分が解いてる動画をね、そっちのサブチャンに投稿していきますので、まあよかったら、そこもね、使ってもらえたらと思います。はい、という感じで、今週のダラダラジオは、他人の言動にイライラするというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。ではまた次回何か話していきますので、もしよかったらそちらの方もぜひね聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。